どうも、りょうまです。ジャッジアイズ死神の遺言の続きをやっていこうと思います。前回ですね、マリネーっていう女性の職業をね、当てるためにね、尾行してたんですけど、まさかのね、ついたのがここで、結局ね、職業がね、ギャンブラーだったっていうね、ギャンブラーだけでさ、生活していくってあれだよね、相当強くないとできないからすごいよね、才能あったんだな、マリネー。ということで、メインストーリー、矢神探偵事務所に一回戻りますかね。お、またお電話だ。誰だろう、海藤さんかな。もしもし。矢神さん、白崎です。珍しいな、沙織さん。どうかした？え、初めてじゃない？白崎さんからお電話くんの。え？新谷先生がずっと電話に出ないんです。え？今日矢神さんと話して事務所を出たきり。狙われちゃったんじゃない？教令会に狙われてるかもしれないんですよね。だよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。矢神さんからも電話してみてもらえませんか？新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど、まあでも分かった。電話してみるよ。やっぱり新谷先生狙われちゃったのかな？本当にかけてあげてる。優しい矢神さん。いつもね、あんなね、嫌味とかね、言ってくるね、嫌な先輩なのに。わあ、でもなんか出なさそうじゃない？ん？え、なんだ？何の音？え？電話ここで鳴ってる？もしかして。なんで？え、どういうこと？どういうこと？明らかここから落としてるよね。ちょっと待って、ええ、待って、嘘でしょ。新谷先生こんな中入ってるとか。え、怖い怖い。でも開けるか中で落としてるよ。え、嘘でしょ、本当に。はい、新谷です。行くぞ。新谷先生、今どこに。源田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。これ新谷目振られてんじゃないの、これ。メッセージをどうぞ。ちょっと待って。始まったばっかりなのに、いきなりセーブなんだけど、嘘でしょ？あれ、完全に目振られてるよね、新谷先生。ここで前回のあらすじ入るんだ。登場会を標的とした教令会の銃声。カムロ町は、混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして矢神のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。おー、チャプター5、白昼夢。新しいあれだね、チャプター入ったね。てか新谷先生、本当にやられちゃってんじゃん。どういうことです、新谷先生が。でも矢神さん、さっきは大丈夫だって。なあ、沙織さん、俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ犯人はモグラだと。絶対そうだよね、このやり方的にね。警察に通報は？いや、これから。じゃあまず通報した方がいいです。それから通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。ああ、なるほどね。頼むよ。わかりました。てか死体があるのに矢神さんすげえ冷静だな。しかも知ってる人なのにね。なんかこっからあれかな、手がかり見つけんのかな。うえ、やっぱ見なきゃいけないんだ。これ絶対目えぐられてるよね。死体は両目をくり抜かれている。前にも見たモグラそのものの手口だ。全くやり方一緒だよね。これは何？この胸の傷、これ何？重傷か？
となると凶器は銃。僕ら今まで銃を使ってなかったはずだが。あ、確かに撃たれた後とかなかったもんね。そういえば新谷のスマホはどこだ？スマホを見れば何かわかるかもしれない。さっき新谷に電話した時に着信音が聞こえてきたから、この部屋にあることは間違いない。そうだ、もう一度新谷のスマホにかけてみよう。そうすれば着信音を頼りに新谷のスマホを見つけられるかもしれない。かけてみよう。え、これ何？自分でかけんの？あ、ああ、勝手にやってくれたね。よし、着信音が鳴ってる。この音を頼りに新谷のスマホを探そう。どこにあん、ああ、いや、さすがにここには入れてないよね。どこだ？これ下にない？ん？あ、そっち？大して血は流れてないな。つまり殺害現場は別の場所だった可能性が高い。そうだよね、ここでやってたら、血まみれになってそうだもんね。あった、スマホ。あった。新谷のスマホだ。詳しく見てみよう。でもこれさ、ここに証拠があるとか思えないんだけど。え？これどうやって調べるの？あ、なんか同じの連打しちゃってんな。あ、これか、あれか。調査やめればいいのか。これでも証拠入ってたら絶対犯人持ってくでしょう。新谷のスマホ、通話履歴が見れそうだ。え、ロックかかってないの？お、さすが、あれだね。指紋が残んないように。証拠なんか残してる、これ。電話の履歴はほとんど、源田法律事務所だな。なんかあんのかな、手がかり。お、でも一応あるね。ん？最後の発信履歴は違う番号か。新谷は殺される数時間前にこの番号へ電話していた。前に連絡を取ったんだ。あ、誰に連絡を取ったんだ。誰かとでも連絡は、取ってたってことだよね。あ、警察来てるね。あ、来た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 。あれじゃん、これ黒岩さんじゃん。かっこいいんだけどね。絶対この人もね、八神さんにな、恨み持ってるからな。なんか怪しまれそうじゃない？源田法律事務所から通報を受けてきた。あ、やっぱ来るの早いね。あんたが来るとはね、黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ。よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか。お前、それが妬ましかったんじゃないか。やっぱり疑われたよ、ほら。被害者とはもともと不仲だったって。なるほど。挨拶代わりに人を犯人扱いか。そう来ると思ったよ、絶対。やっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらうぞ。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。あ、バレてる、やっぱり。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前、警察なめんな。ああ、完全にバレてるよ、綾部さん。ああ、すごい、もうがっつりあれだね、捜査してる。警察の捜査に立ち会ってて。源田先生はまだ事務所に？ええ、八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです、星野君も。分かってる、今からそっちに行くから。そうだよね、同じ職場のね、お仲間だもんね。それ気になるよね。これからあれか、じゃあお話ししに行くのかな。お、またなんか追加されたね。あ、やっぱそうだね、源田先生とか行くんだね。あ、到着しましたね。これみんなもショックでしょう。源田先生のお話ししに行けばいいのかな、これ。まさか職場の人がね。疲れてるとこ悪いがよ、新谷のことを話してくれるか。新谷先生と連絡が取れないって、沙織さんからそう聞いたんで電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を
られてた。凶霊界に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。あ、つまり狙われてたの凶霊界だよね。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ、どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。明らかなんか知ってたよねこれね。言い方的に、俺も知らないモグラの情報を持ってた。多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。あの、モグラが新谷先生を矢上さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。確かに、なんであそこにわざわざ放置したんだろう。奴を追っている俺への嫌がらせか脅し、その両方かも。矢上。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。いや、状況的にかなりヤバいよね。町を出てた方がいい。お前までモグラに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。ああ、そうだったんだ。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも弱い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のいろはを仕込んでくれたのも新谷先生です。頼れる先輩でした。報告ありがとな、矢上。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。助かります。ああ、優しい源田先生。僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか、じゃあお先。おやすみなさい。ああ、二人きりになっちゃった、星野くんと。この事務所、矢上さんの自由に使っていいですから。もともと僕の方が新参者ですし、鍵も渡しておきますね。あら、鍵まで。え、本当に鍵貸してくれたよ。え、これあれかな、ここでじゃあお休みして。え、でも街出た方がいいって言われてたからどうすんだろう。ちょっとだけ話させてもらっていいですか。え、いやいや、なになに、なに、何の話。ああ、話って。ええ、新谷先生の件なんですけど。なんか知ってんのかな。矢上さん、さっき言ってましたよね、源田先生にしばらくおとなしくしてるって。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。なんかおとなしくしなさそうだよね、矢上さんね。もしそうだとしたら、源田先生には黙ってます。ただその代わり。その代わり、ん、僕もいいですか。え、一緒にモグラを追いかけても。え、危ないよ。矢上さんたちの足は引っ張りません。だから。もしかして新谷の敵討つため。そういうこと。あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して、分かりやすい人でした。そんな一面があったんだ、あの人。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。まあ、そりゃそうだよね。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに、何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。え、かっこいい。いいのか。源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。
自分の弁護は自分でできますから。だから八神さん、いいですか、僕も一緒に。本当に危ないよ、めっちゃ。OK しないと源田先生にチクるんだ。そりゃ困るな。申し訳ないですけど。あ、でも絶対一緒にやるしかないじゃん。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。何お願いすんの。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。で、そいつが分かるかもしれない証拠があるんだ。電話番号か。生前の新谷がどんな行動していたか、その手がかりになりそうな証拠があったな。これ絶対これでしょ。この番号あれかな、調べてもらう感じかな、星野くんに。今日新谷がスマホからかけてた電話番号、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね、犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて。本当だよね、なんか持ってかれそうだけどね。通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。そうなの。そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。なんで？わざわざうちの事務所なんてとこに。ああ、まあでもそうだね。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。近くにいたってことじゃ。な、さっきの電話番号ネットにありました。何、ね、どこの番号？先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。薬作るところ知ってる場所ですか？3年前その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保新平？大久保って、あ、八神さんが弁護した。あの、あ、無罪にした人か。大久保新平は創薬センターに出入りする理念業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で、回収したシーツごと死体を運び出した。されてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。この事件とこの事件つながってんの？新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？そうだよね、誰だろう。センターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野くんも帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、神室町のシャルルってゲーセンがある。またそこ行くのか。まずはそこをアジトにしよう。また東さんいなきゃ言われるでしょう。海藤さんには僕から連絡しときます。あ、連絡先知ってるんだ、海藤さんの。じゃあ明日またシャルルで。お、また情報が追加されましたね。ということでね、まさかのね、星野くんもね、一緒に操作してくれるっていうことになったので、次回ね、またシャルルに行くのかな。絶対東さんにまた、なんで来たんだよみたいな感じで言われるでしょう。ということで次回ね、また続きをやっていこうと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。